慣れた手つきで髪を切る理容師。一通り整えたらシャンプーも。一見普通の理髪店のようですが、カットしていたのは鉄道の車両の中。車体には理髪社の文字があります。上松町の赤沢森林鉄道には国内で唯一実際に使われていた理髪車が保存されています。昨日はその車両を使った理髪体験会が開かれました。自然豊かな環境の中で頭を、ね、きれいにしてもらえると身も心もさっぱりというと、何より環境がいいですよね。大正から昭和にかけ木曽谷で伐採した木材を運んでいた森林鉄道。山にこもりきりになる作業員などのため営業していたのが移動式の理髪車です。1955年からの20年間に2万人の髪を切ったとされています。保存された貴重な車両を有効活用しようと、町の観光協会が2018年から月に1回ほど理髪体験会を開いています。古いものって使わないとだんだん悪くなっていってしまうので、整備も兼ねてということで保存と活用を一緒にしていく目的でやっておりますね。カットを担当するのは都内で理髪店を営む渡辺和弘さん。ある理由で知り合いから頼まれたそうです。俗に言う乗り鉄と言われるもんで、全国津々浦々電車に乗り行くのが楽しみで、その当時のままを残しててもらってるってことはすごい良くて、すごい手入れっていうか大事にこう保存されてたなっていうのがすごいいい感じですよね、これね。客が座る椅子やカットに欠かせない鏡、髪を洗う台も当時のままです。この椅子もその当時の椅子なんで、うん、当時の椅子、そう、はい、そう、だからもう50年以上のものなんで、それ座り心地どうですか。もう悪くないですよ、はい、一度味わってみたいと思ってきました。髪もすっきりしましたし、こう上松赤沢の自然を存分に浴びることができて、お心身ともに充実しました。レトロな車両の雰囲気と大自然のすがすがしさが満喫できる理髪車の体験会は今後も開かれる予定です。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録お願いします。